ではお願いします。皆様おはようございます。今朝は官邸で閣議閣僚懇がございました。特にその件についてはございませんけれども、台風11号で、お亡くなりになった方もおいででございます。心からご冥福をお祈りし、ご遺族の皆様にお悔やみを申し上げます。また重症者軽症者、住宅が全壊半壊また一部損壊、床上床下の浸水など、被害も出ております。本当に心からお見舞いを申し上げますとともに、またこの連休の間も、消防庁そしてまた全国の消防本部、消防団の、皆様に、ずっと情報収集また、避難誘導等していただきました。また本省の電波部局におきましても、例えば、固定電話、これは被害がなかったんですけれども、携帯電話、一部停波をしており、また復旧をしましたこと、また放送関係は被害がなかったんですが、ケーブルテレビで一部被害が出まして、これも復旧済みでございますが、さまざまな情報を収集し、休みなく仕事をしていただきました。心から感謝を申し上げますとともにですね、また台風12号に向けてもですね、万全の対応を取ってまいりたいと考えております。私からは以上でございます。幹事の時事通信から、一問質問いたします。はい。先週ですけれども、安倍総理が新国立競技場の現行計画について見直しを表明しました。でこの件について受け止めをお聞きしたいのと、あとこの問題をめぐりましては、よくその責任の所在が明らかでないというような指摘もされます。この点も含めてお考えをお願いします。はい。先日の会見でも申し上げましたけれども、私自身も国会議員として、つまり全国民および納税者の代表として、納税者の皆様の納得とご理解が得られるような形でコスト削減が実現されることを期待しておりました。でやはり選手の方々が気持ちよく競技をされ、また国民の皆様や世界から訪日された方々がですね、楽しんでくださる、そんな素晴らしい大会になっていく、そしてまた大会後の成長も見据えながら、総務省でもさまざまな準備をさせていただいております。基本的に、総理が決断をされ、ゼロベースでの、見直しを表明されたことについては、私は素晴らしいご判断だったと考えております。また責任の所在と、言われますと大変難しいんですけれども、下村、文部科学大臣もこれまで、説明しておりますが、前政権が選定されたデザインから、さらに規模を縮小するなど、してですね、さまざまな工夫をしながら、必要な手続きにのっとって工事の直前まで、進めてきたという状況でありました。しかしながら、あまりにも大きな、建設費ということになって、これじゃあ、とてもですね、みんなが楽しみにしてたオリンピック・パラリンピックも、多くの納税者が、納得して、楽しみにできないじゃないか、そういう、批判の声もあり、それを安倍総理自身が大変重く受け止めておられて、1ヶ月ぐらい前からですか、本当に見直すことができないのか、さらに研究を進めてほしいと、言った指示を、下村大臣にも出しておられたと、聞いております。でまた総理自身は、これは政府が行うことであるから、
これを成功させるというのは自らの責任であると、まあ、おっしゃったと、承知をしております。そういう意味では総理お一人じゃなくて、まあ、内閣全員が、責任者という気持ちを持ってですね、成功に向けてそれぞれの持ち場で、しっかりと頑張っていくということが大事だと考えております。では各社さんどうぞ。日経新聞の山沢と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、先週ちょっと質問できなかったので恐縮なんですけども、総務省の有識者会議がですね、いわゆる携帯電話の2年縛りについて見直しをするようにという提言を先週されました。でですね、その大臣のからですね、改めてその携帯事業各社に対してですね、この前利用者の不満が多いと見られているその2年縛りの見直しについての期待といいますかですね、呼びかけを伺いたいということとですね、まあこれによっていわゆる通信市場の競争環境というのがどのようになっていくことを期待されているかということをお聞かせください。はい、まあ、電気通信サービス の, 基幹拘束、それから自動更新契約ということについてはですね、知らない間に契約が更新されるといったことで利用者の皆様から不満が寄せられておりました。まあ、そこでまあ総務省では研究会において集中的に検証を行ってまいりました。で、まあ、その検討の成果をですね、7月16日に開催された研究会で一定の方向性として公表をいたしました。まあ、その中で長期間の拘束というのが利用者の合理的選択を妨げているという、まあ、問題意識の下で拘束期間の短縮の、検討が必要であるということ、それから期間拘束が自動更新しない、プランというのが適当であると、まあ、いった提言がなされまして、事業者が自主的にサービス改善に取り組むことを強く期待すると、されています。ですから総務省としてはこの電気通信事業者が提言を踏まえて利用者のニーズを踏まえてサービスの改善に取り組んでくださるということを期待したいと考えております。補足で申し訳ないんですけど、これによってそのいわゆる競争環境の活性化に対する期待というのはどうでしょうか。まあ、これもですね、総務省から強制的に、こうしてくださいと、いうことはできないんですけれども、まあ、携帯電話の事業者各社に対して、まあ、口頭で改善は求めております。で、まあ、今回公表された一定の方向性を踏まえて、まあ、事業者の皆様に、サービスの改善に取り組んでいただくということを、期待したいですし、でまた競争環境ということを考えましてもね、やはり利用者に優しい、まあ、利用者の方々が、納得できる、まあ、そういうサービスを展開されたところというのが強みを私は持ってくると思っております。新聞の二階堂と申します。内閣支持率について伺います。弊社 の, 調査でもですね、支持がまあ37% で不支持が 46% という形で支持率と不支持率がまあ逆転をしていて、まあ、各社も同じ傾向になっていると思うんですけれども、まあ、今お話に出た新国立競技場をめぐる問題ですとか、あるいはまあ安保法制の説明不足、強硬的な採決などが原因ではないかと言われていますが、閣内のまあ一員としてですね、大臣としてはまあ何が原因でこういうふうになっていると思われるか、でまたですね、今後まあ国会まだ開いてますけれども、どういう努力がまあ必要とされているか、求められているか、そこについてお考えをお願いします。はい、まあ、支持率に関しましては非常に低い数字が出て、閣僚の一人として残念に思っております。まあ、しかしながらまあ、常に支持率にこだわってですね、支持率を高くするために、政治をしているというわけではありませんので、やはり中長期的に、国家の将来を
見据えながら、例えば安全保障でしたら備えのためのまあ法整備として、その行使そのものはその時の政権が適切に総合的に判断をする、まあ、文民が判断をするわけですから、まあ、最悪の事態も想定しながらリスクの最小化を図っていく、こういった取り組みっていうのは勇気を持ってやらなきゃいけないと私は考えております。支持率を、常に高く保つために、まあ、不人気な政策を避けるという態度では、内閣をまあ組織し、行政に当たっている、まあ、このことについてもですね、本当に理由がないことになってしまいます。まあ、私自身も閣僚として、まあ、それでは閣僚をやっている意味がないと思いますので、やはり一つずつ、例えば選挙の時の公約に書いていたこと、それから内閣として必ずやりますと国民の皆様にお伝えしたことについてはしっかりと進めていくべきだと思っております。まあ、ただ安全保障関連の審議においてですね、まだなかなか100時間を超える審議を行ったのに国民の皆様の間に理解が深まらない、まあ、これは大変残念なことでありますが、まだ参議院での審議がございます。まあ、その中で非常にやっぱり衆議院の審議を拝聴してても技術的な難しい、まあ、言い回しでの議論が多かったですし、それからまたこの法案そのものではないに関しない話についてまた時間が使われてしまっていたといったこともあったかと思いますので、まあ、参議院でできるだけこう噛み砕いて分かりやすい一つ一つの論点が明らかになる議論が展開されるということを期待しています。まあ、支持率原因の低下というのはこれまあ各社の世論調査で下がってますので、まあ、共通の要因もあると思います。まあ、一つはやはり安全保障法案についてまあ、国民の皆様が例えば採決のタイミングがあれでよかったのかとか、まあ、まだ十分に理解できてないんだけれどもと、言ったこともあるでしょうし、でまたちょっと一部の、方々がですね、全くその法案の内容を、と違うことを、宣伝されている、まあ、徴兵制ということはありえないことであるのに、この法律案が通ったら徴兵制になるですとか、それからまあ戦争する国になるですとか、まあ、こういった誤った情報をまあ流しておられる、まあ、それをしっかりと打ち消していく努力というのが必要だと考えております。で国立競技場の件につきましてもやはり莫大な税金が使われてしまう、まあ、それが私たちが目指しているオリンピック・パラリンピックの姿なのかと、まあ、そういう率直な思いを皆さんが持たれたと思いますし、私も同じ思いでございましたので、まあ、これもゼロベースからの見直しということでしっかりとご理解がいただける形のものになっていけば良いと思っております。また残念ながら一部自民党の議員からですね、報道の自由、例えば放送法においてですね保障されている、報道の自由、編集の自由、まあ、これは放送法だけじゃなくて憲法で、保障されているものを、否定しかねない、発言が出た、まあ、こういったことも大変多くの方が残念に思い不信感を持ったんじゃないかと思います。まあ、とにかく内閣の一員としては反省すべきは反省し気を引き締めて、これからまだまだ9月の下旬まで通常国会ありますし、まあ、その後臨時国会も開かれましょうから気を引き締めて、まあ、しっかりと自分の職責に当たっていきたいと思っております。すいません関連してもう一つなんですけれども、まあ今のことと関連してだと思うんですけれども、国会前のデモがですね非常にまあ若い人たちが大学生とかですね参加して、まあ、それが
東京だけでなくて、まあ、全国に広がっている状況があるんですけれども、まあ、18歳選挙権ということを考えると、まあ、いい傾向とも言えるのかもしれませんけれども、大臣はこの一つのまあ社会現象に今なっていると思うんですが、これについてどのようにお感じになってますか。やはり国政のですね、重要な課題について若い方々が関心を持ち、そして自らの意見を構築し、行動されるということについては私は好ましいことだと思っております。まあ、ただ一部のデモの中にさっき申し上げましたようなこれで徴兵になるんじゃないかとか戦争法案だとかそういった、まあ、間違った情報を持って主張されているものがあるということについては残念に思います。でもそれがそうではないんだってことを、与党もそれから政府もしっかりと国民の皆様に、若い方々にもお伝えをしていただいかなきゃいけない、まあ、そのための努力をしなきゃいけないものだと思います。すみません、フジテレビの富田です。よろしくお願いします。すみません、また新国立競技場についてなんですけれども、増添東京都知事がブログで新たに組織委員会を作り、そこに総務省のエースなどを加えてとの発言がありました。いくつかの省庁の代表なんですけれども、その中に総務省のエースを加えて、やってみたらどうかというようなことが書いてあったんですけれども、そういったことについてまだ発言されたばかりなんですが、どうお考えになりますでしょうか。すいません、ちょっと増田都知事 の, ブログを私は拝読してなかったのでわからないんですけれども、まあ、しかしながら先般の記者会見で申し上げましたけれども、まあ、仮にですね、国がやろうとしている国の、まあ、やるべき施策について地方が、そのお金を負担するということは地方財政法上、できませんので、もしもそういうことになったらですね、新たにやはり法律を改正しなきゃいけないということになります。まあ、そういう意味で、やはり財源、それから当省の、所管する、法律について、まあ、総務省の、メンバーも必要だと、まあ、そういったことなんじゃないかなと思っております。よろしいでしょうか。ありがとうございました。はい、どうもお疲れ様でした。